これが農業用のドローンです。最初見た時思ったより大きかったんでびっくりしましたね。はい、 OK です。はい、徳島市出身の杉浦理香子さん、今年6月農業で活用するドローンについて学ぶため講習を受けていました。近づいてきて着陸の安全確認をします。今日学んでるのは実際に農業用ドローンを使って薬とかを撒く時の練習で学んでます。実際に農家している人がすごい重いものを背負って、重労働ですごい時間もかかって、消毒してる話を聞いたり見たりしてドローンを使ったらもっと省力化できるのではないかなと思い学ぶきっかけとなりました。これは温州みかんの実です。収穫はだいたい12月下旬から1月ぐらいからですね。農業をやり始めてまだ半年ぐらいです。実がついてるの見たりとか葉っぱの色がちょっと変わってきたなって目に見えるのでそこがやりがいです。杉浦さんが農業を始めたきっかけは夫の恭平さん。農家に転身した夫を休日に手伝っていましたが今年4月から自らも農業に専念。現在は就農者を支援する徳島柑橘アカデミーで勉強しながらみかんの栽培をしています。わからないことだらけで不安もありますがそれでも荒れた土地を自分たちの力できれいにして作物を実らせることに喜びを感じています。仕事のパートナー妻であるとともに本当にもう一緒に頑張っていく仲間ですしこれからも大事にしたい存在だなと思っております。高齢化や人手不足を背景に近年注目されている農業用ドローン。主に農薬や肥料の散布などに用いられます。お願いします。では今日の、コースの説明をいたします。今からですね、ここ田んぼに見立てて面積は10アール1田部分を散布するコースです。日本コースは全部で4コース。通常の散布でこの時気をつけていただきたいのは高さ、スピード、コースから外れないように。はい、せーの。ドローンを操縦するには専門的な知識や技術が必要です。この日は実際の農作業を想定した技能検定が行われていました。はい、上昇します。はい、行きます。はい、スタート。10メーター、5メーター、カット。じゃあ結果から、奥さん、もう一回チャレンジ。結果はダメでした。ちょっと速度が、ばらつきがあったので散布量っていうのにムラがあるのでそこが。もう一度チャレンジです。いきます。はい、上昇します。10メーター、5メーター、カット。はい、バッチリ。半分です。10メーター、5メーター、カット。はい、ちょうどです。いい感じ。サンプル950。はい。オッケー、合格です。オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ。杉浦さん、2回目で無事に合格。手応えも感じたようです。今日やってみてやっぱりドローンで散布するのは便利だなって思いましたし本当に省力化につながるとひしひしと感じました。
女性で初めて、ね、勝浦で、ね、初めて のドローンパイロットということで、こういろんなところで活躍していっていただければなと思います。ドローンの操縦技術を学んだ杉浦さん、国土交通省の認可が下りればみかんの収穫期には自分たちの圃場でドローンを飛ばすことができるようになります。僕たち果樹を作ってるんですけど、もう小さい木から大きな木に育てて子どもの世代まで続くかもしれないと思ったら、まあ、遺産を作るじゃないですけど、そういう気持ちがなんかこう僕らをすごいかき立てる、それはあると思います。これからどうなるのかなって不安に感じる部分もあるんですけれども、もともと何でもやってみたいなっていう気持ちがあるので、何でもやってみようっていう気持ちをモットーにやってます。